映画館では今も毎週新作映画が公開されている一体誰が映画を見張るのか一体誰が映画をウォッチするのか映画ウォッチ超人シネマンディアス歌丸が今立ち上がるその名も週刊映画辞表ムービーウォッチマン さあ、ここからの時間は映画評論コーナー、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンです。今、劇場で公開されている最新映画を毎週、映画ウォッチ超人のシネマンディアス歌丸が受け気ウォッチング、その結果をご報告いたします。ちょっとね、あのー、お腹が痛い記憶が残っておりまして、時々こんな声になるというね、ことでございます。先週、ムービーガチャマシーンを回して決まったのは、この映画です。セレックバレ 日本の台湾統治時代に起こった大規模な抗日運動、武者事件を描いた歴史対策アクション。えー、日本人に抑圧されていたセデック族が部族の誇りをかけて武装を放棄し、やがて悲惨な末路を辿る姿を、凄惨な暴力と美しい自然風景と織り混ぜて描く。第一部、太陽期、第二部の虹の橋を合わせると上映時間は4時間36分。監督は2008年の監督デビュー作、改革7号、君を思う国境の南が台湾で記録的大ヒットとなったウェイ・ダーションさん。えー、主人公の部族の頭目を演じるのは映画初出演 の林賃太、また安藤ま信木村雄一といった日本人キャストも多数出演しているということでございます。もうねあのやあの体調が悪い時にはちょっと見れないですね。ドスンと来る映画ですけどね。はいということでセレクバレ、えーもう見ましたよというねリスナーの皆さん AK Watchmen の皆さんからのね監視報告、えー、メールいただいております。えー、メールの量なんですが普通より ちょっと少ないぐらい。まあ、これね、要はその4時間36分、見るのも1日仕事ですしね。はい。あの、そういう見る大変さっていうのは当然あるんでしょうが。あと、まあ、公開ね、関数もそんな多くないですし。えさすがに長すぎるという意見はいくつか見られたものの、ほとんどの人が大絶賛。この事件のことを知らなかったのでショックを受けた。戦争アクション者として興奮した、などの意見が多かった。ということで、代表的なところをご紹介いたしましょう。えー、と、神奈川県の秋吉さん。えー、結論で言えば最高でした。 セデック族の人たちは本当に、えー、役者さんが演じてるのっていうくらい存在感がすごく、迫力がありました。主人公に当たる盲役の人は普段は牧師をしているそうで、えー、そうなんですよね。あんな凄みが出せるとは驚きでしたと。まあ、あいろいろ書いていただいて。えー、問題の上映時間は、各視点を丁寧に描き、4時間半の上映時間でなくてはならないほど監督も気を使っているなと感じました。今年50本映画館で見た中でベストでしたというね、えー、大絶賛票えー、で、えー、っと、ちょっと、ちょっと、こう、えー、苦言を呈すようなご意見もご紹介しましょう。えー、ラジオでも鈴木さん、47歳男性。 いろいろ書いていただいて第1部は傑作だと思いますとはいえー、なんだけど、えー、第2部は要はその第1部はすごくいろんなことがきめ細かく描写されているのに第2部はほぼ戦闘だけでがっかりしましたもっと人間ドラマを展開させて収束させないと長時間の意味がないのではえー、脚本は第1部で力尽きてたのでしょうかえー、日本側の司令官の川原サブに、えー、ラストあんなあいなセリフを言わせて終わるとまあちょっとあるセリフがあるんですけどねえー、それと今の時代としては VFX があまりにも残念ですしかもそれを対応しているので冷めてしまいますということなんですけどねはい鈴木さんえー、という ご意見えー、あと皆さんの意見頂い,いておりますありがとうございますさあということでセデックバレねはいいやーあの体調がいいうちにいっといてよかったっていうねことですよねあのー。 映画ライターのですね、えっと、以前あの、玉振映画祭でも出ていただいた岡本厚さんね、えー、非常に私、あの、尊敬してかつ信頼している映画ライター、岡本厚さんが、以前からこのセレクバレものすごいモうプッシュされていてですね、えー、で、まあ、その、見たいな見たいなと思ってて、普段はまず行かない試写会にもます飛んでってですね、えー、まあ見て、あのー、推薦コメントなんかもさえていただいたりとか、まあ、輸入ブルーレイも買っちゃったりなんかしてですね、というぐらい、まあ、非常にあの、えー、私としてもね、ようやく年願のっていう感じですよね。はい、ただもうね、 ど,どっっっかから話しよようかってう感じですよねねちょっと、ね、だからこの、あのー、ウォッチ面の枠の中だと多分全体の紹介っていうのでね時間を使ってしまうとは思うんですがとにかくあらゆる意味でね破格のっていうか。 あの成立したこと自体がまず半端なき一策というか、はいえー、なぜこんなすげえ映画ができてしまったのかっていう、ね、感じなんですよね、えーでまあ、まずは無者,者事件というね、はいえーまあ、恥ずかしい話僕も含めて、まあ、この映画で初めて知ったみたいな人が結構多い日本,、まあ、日本では結構多いんじゃないでしょうかね、えーまあ、大きく要約すれば、えー、1930年代先ほど言いましたけど日本統治下の台湾で起きた、えーまあ、台湾原住民による、えー、攻撃 えー、武装放棄事件とかね、暴動事件ということですよね。えー、で、まあ、監督ウェイ・ダーショーさん、まあ、要はあのこの作品をまあゼロからたちが事実上制作に、ね、当たるような感じですよね監督ウェイ・ダーショーさんも、えーとまあ、もちろん台湾の方なんですけど、まあ、教科書の短い記述で史実としては知っていたけど、まあ、あるきっかけでこの武者事件を題材にした漫画を読んでこの漫画日本でも出てるけど、まあ、今ちょっと手に入りづらいですけど、えー、で映画化を決意しただからまあ台湾でもまあそのぐらいの認知度ではあったということですよね。あの 台湾要するに現住民の方々は当然少数民族ですから台湾の中でもこう、えー、声が小さい側の人たちであるんだけどとで、えー、でただこ、でまあ、映画化を決意って言うんだけどこの時点でウェイダーショーさんという方は、まあ、あのいろんな助監督経験とかはあるんだけど豊富なんだけどあの長編劇映画はまだ一本も撮っていない状態でほぼ無名の人ですから、えー、ということで,でまずは資金集めのために、えー、と自費で700万円使って2003年に、えー、この今回の,そのセゼックバレーの、えー、5分間のデモバージョンを作ったっていう これあの YouTube とかで探せばちょっと見れるんでぜひ見,てあの見た人見比べていただきたいんですけど現在の,その完成版のビジョンがもうこの時点で監督の中にあ完全に出来上がってるなってことが分かる、えー、くらいあの全く同じシーン同じ撮り方してる同じシーン同じセリフっていうのも多数ある、えー、5分間の,そのデモバージョンっていうのがあって、はい、ただ、まあ、あの演じてる俳優さんがまあ違うっていう感じなんですけどね。 あのー、僕も含めてあの今回セデック・バルの推薦文でも書いたんですけどなんかポストアポカリプト的な、ね、A A 作品としてまあ位置づけたりしてますけど、まあ、それも僕間違いじゃないと思うけどあのアポカリプト公開って2006年なので要は2003年の時点でかなり現在。 の状態のビジョンがあるんだからアポカリプトの影響下でうんぬんじゃなくてどっちかというとシンクロニシティですよね、同じ全く同じ時期に全くこうある種の同じようなアプローチで文明のしょ、ね、異文明、えー、異文化の異,文異民族の衝突を描くっていうビジョンがあったっていうことなんじゃないですかね。はいえー、あとは万が一メル・ギブソンがこうネットで、ね、こうおっつって、ね、これ来てんなっていうね。だとしたらそれはそれで偉いっていうねそのこの時点ではだって、ね、もう台湾の無名の人が取った5分間のデモバージョンなわけですから。でまあ、ともあれれ資金集めをそれでするんだけど 一はとんざしてでみんなからとにかく、えー、やめとけやめとけって言われたとこんな映画絶対に当たんねえからって言われて、えー、とで実際その当時の台湾映画界っていうのはマーケット的にはこう低迷期で、はいえーまあ、こんな超大作を、えー、しかもスターなしで。 現地の言葉を使って、えー、しかも超重たい歴史的題材でっていうのはもう確かにマジで当時の台湾映画で台湾映画界でやろうっていうのは狂気の沙汰だったこれ事実なんでしょうと、えー、で、そこでウェイダーウェイダーションさんは、えーとまあ、セデック・バレが商業的に失敗しますよって言われたその要素書く要素を、えー、スターがいないとかなんとかっていうのを全部備えたヒットする映画っていうのを先に作ってしまおうっていうんで、えー 作って実際台湾映画史上、えー、ベストの級のヒットに大ヒットになっちゃったのが、えー、っとさっき名前も出ましたね、えっと、長編劇映画デビュー作となる2008年の、えー「改革7号」というねタイトルだけ見るとなんかね国境のなんとか,なんか村上春樹的なみたいなあのそんなんじゃなくてねもうちょっとねいなたい感じのコメディなんですいなたい感じの群像ラブコメディなんだけど、あのーまあ、例えばさまざまな言語民族が同居して、えー、つまりそのなんていうかなもう複雑な歴史背景っていうのをいやなしに背負ってよ 台湾っていうう、えー、国ののり方っていうのをあのいろんな人がこう同居してるんだけどそれぞれをすごくフラットな視点から捉えてるところとかあとはそのものすごいいなたいね、ままあ、割とこうなんかこうおまぬけなコメディーみたいなことやってるんだけど時折出てくるすごくスケールの大きな絵作りとか,、えー、なんか物語破棄を感じさせる演出だとかっていうのが。 あ,のとかあとは、これのセデックバレーが要するに企画としては先にあったからセデックバレーを後でやることを前提に逆算してつけたものらしいけどあのこちらもあの虹っていうのにこう希望の象徴っていうのを、ね、こうつ使ってたりとかですねあのなるほど、これはセデックバレーの全然トーンとか全く違う映画なんだけどあのセデックバレーの前哨戦的な作品でもあったんだろうなってわ分かるんでぜひセデックバレー興味あったらこっち、「改革7号」見ていただきたいんですけど、えーで,あのー、で、実際その「改革7号」を撮ったら本当に一発逆転なかなかねえ あの俺のよく言う、監督、そのサインは何ですか、ホームランを打てっていうね <laughs>、本当にでもホームランを打てっていう場面でホームランを打っちゃったってこと、本当、これもすごいですけど、で、当初からの念願がかなった、そのセデックバラが実現したというね、えー、このいきさつからしてすごいんだけど、えー、できた映画はもっとすごかったってことですよね、はいえー、どのどういう凄さから話したらいいのかな、まず、長さがすごいっていう、えー、第1部、第2部合わせて4時間36分という長さ。でこれ ゆえに、まあ、見に行くのを躊躇してしまうっていう人も結構多いことだろうとは思います。ただ、えっ、ー、と、この長さは、まあ、見れば納得できると思うんですけど、僕はし。 圧倒的に必要だと思う絶対、えー、あのちなみにこれ2時間半に短縮された国際版っていうのがあるんですよね、これはそのエイダーション監督曰く、えー、映画祭に出品するように慌てて、要はもうとにかく短く短くってやって、えー、やったらとにかくそのなんか見せ場だけ呪術つなぎにしたような感じになる、まあ、それはそれで面白そうじゃねえかと思うけど監督曰くもく燃やしてしまいたいくらいのバージョンだってインタビューで言ってるぐらいの,その国際版っていうのがあって、要はこういうことだと思うんですよ。 えー、その国際版だと見せ場見せ場見せ場でいいんだけど、えー、その完全版の我々が今日本で見れるセデック・バレエが持っている、えー、多面性っていうか非、えー、だというかそ,そ,の、えー、その視点みたいなのがね失われてしまうっていうことなんじゃないかと思うんですよね、はいえー、例えばこれやっぱね今回題材的にここは言っといた方がいいと思うんだけど、えー、日本人の描き方ですね日本人は当然この物語では、まあ、当然、まあ、悪役なわけですね、えー、でそのの日本人の描き方なんだだけどただね あのいわゆる抗日映画っていうジャンル要はその、えー、アジアでは確立されたそのエンターテイメントジャンルで、まあ、要はあの日本軍が悪役で出てきますというのはもうあのジャンル映画として確立されたものとしてあるわけでこれはだから言ってみりゃ第二次大戦の映画で、まあ、悪役としてナチが出てきますみたいなものもジャンルとして確立されてるものがあるんだから要はもっと単純明快な完全超悪的全悪二分論的なエンターテイメントもっと歯切れがいいエンターテイメントに今回のセデックバレ作ること全然できたはずなんですよね。えーはい、なんだけど えー、出来上がったセデックバレー特にその完全版で見るセデックバレーはそういう一方的な視点だけにならないように実はものすごく繊細なバランスが考慮されて作られている、えー、ということだと思います、えー、日本人の描き方一つとってみても例えば、まあ、それが最たるものは、えー、と安,安藤正信さん安藤正信さんねアジアで活躍中ってことですけどまさに、えー、安藤正信さん演じる、えー、小島淳んというキャラクターがいてこれ実在の人物ですけどこれあの最後の字幕にも出てきますけど実在のこの方っていうのは えー、この武者事件という凄惨、まあね、なものすごいね、えー、死者を出した事件があった後に第二武者事件というのが起こって要は、えー、生き残ったその原住民の人たち同士をまたけしかけて、えー、殺し合いをさせてっていう、まあ、非常にまたこう陰惨な事件があるんですけど、えー、それを先動した人物ということでこれ字幕にも出てきますけど史実的にはこれ完全に悪役として描かれててもおかしくない人物なわけですよ。なんんだけど、えー、とウェイダーションさんは、えー そこからさらに一歩見方を進めていろいろ調べた結果その小島さんという人はもともとは、えー、比較的原住民たちに友好的な人物らしだったらしいというところまで調べてじゃあそれがなぜ正反対の行動にまで振り切ってしまったのかというところまで見方を進めてつまり単なる、ね、ある一人の悪人の話じゃなくて、えー、異文化異なる信仰の圧力衝突という、まあ、この作品全体が描こうとする普遍的なテーマっていうのをこの人物を通してやっぱ描こうとするためにわざわざこのバランスにしているということじゃで なないですかゆえにだからこう見てるとうん。 つらいっていうことが多いわけうーつらいでいうと,、えー、と日本名ね、えー、と花岡一郎花岡二郎ってつけられた現住民の2人ねあれちなみにこれ花岡一郎花岡二郎ってつけられたけどこの2人兄弟じゃないですからね要するに同じように日本型教育を、えー、施した2人っていうんですごく無神経にも兄弟の名前をつけちゃったってことなんだ日本側が、えーまあ、要は日本人化した現地人でも彼らはその、えー、近代化することが自分たちのためにもなるんだと本当に思って良かれと思ってやってるわけですから、えー、その板挟みになる その苦悩のとこととここかうーっていう、ね、ことですよねでちなみにこの最後この2人が、まあ、最後を迎える瞬間で、えーまあ、二郎さんの側が言うあるセリフがあるんだけどそれこそやっぱ今回監督のメッセージなんだろうなっていうね、えー、まあそれ言わないときますけどそれなんだと思います。えーと,かねまあ、とにかくその他の他 日本人描写もですね、えー、これぶっちゃけ僕今回その今回をきっかけに武者事件のいろんなあの関連の本とかを読むにつけ、あのー、他の日本人描者も要は史実と比べるとかなーりこれでもソフトになってますかなり気を使ったバランスにとどめられてえいますねだからそれこそさっきも話題にも出ましたけど、えー、と川原サブさん演じるえ日本人の将校がねあのー ね、大和魂に通じるなんてことを言いますけどあれなんかもうほとんどもうサービスって言っていいぐらい、えー、あれなんじゃないかなっていう、ね、ことだと思いますね、はい、ちなみにこの史実はねこのさらに後に第二武者事件の後に起こったこととかも超ひどいんですよね川中島にその強制移住させられてっていう後もあのもちょっとびっくりするようなことがいっぱい起こってたりとかね、はいろいろするんです、はい、なので、あのー、今回の映画に関してはかなりあのバランスは気を使っている方だとただその一方ではですね例えば 第一部のクライマックスにあたる、えーまあ、運動会が襲撃されるし、まあ、これがマムシャ事件そのものなわけですけど、ねえーまあ、女、子供も含めてもう,もう全員皆殺しにされちゃうと,、えー、という場面なんだけどそこで、ねあのー、襲撃シーン、まあ、非常にサスペンスフルに普通にまあ映画としてもドキドキするように作られてますけどね、あのー、最初に一人、ガーンとこう首,を、まあ、首を切るというのは部族の、ね、誇りをかけた戦いですから、えー、復讐のためというよりは部族の、えー、誇りを取り戻すためって首をガーンと一人切る。 んっつって追っかけろって言ってその後木村悠一さん演じるね、あのー、日本人の,その軍人が、あのー、警察がですね、あのー、歌を歌い続けろ君が代を歌い続けろって言うんですかあれとか要は事態が起こってるのにそれに対応するよりも体裁をなんかその 嫌なことは見ないようにする。体質っていうんですかね。なんとなく日本人体質みたいのをやんわりうまく描いてんな。日本人わかってんなみたいな、えー、感じがね。ちょっとしましたけどね。はい、まあ。でも非常にあの全体として非常にこう。フラットなあの視点で描いてるとなので、僕はね。これ、ちょっと今回の映画を見る前にあたって間違ってもですね。これを。 あの反日映画だとかですねあのそれこそ単純な二元論で捉えちゃったりしないようにぜひお願いしたいと、えー、お願いしますもうそういう目で見たらそういうふうに見えちゃうかもしれないけどちゃんとバランス、えー、取って作ってることにもこの作品のこうメッセージの根底があると思いますので、はいえー、ということだと思います、えー、あるいはですねあのそのフラットな視点っていうのは 決して日本人側のバランスだけじゃなくて例えばモーナル・ダオたち要するにヒーローとして描かれる側ですよね、えー、主人公モーナル・ダオたちの放棄に関しても突然当然のことながらですねこれあのじ現実として。 あのーまあ、原住民の生き残った原住民の皆さんの,その子孫とかそういう皆さんの間でも、まあ、評価はぶっちゃけ分かれるところなんですよね、やっぱこんだけ身内にもこう被害というかほとんど全滅に近いような、ね、被害を出しちゃってるわけで評価は分かれるというここも反映して今回の映画では、あのー、要はモナルドたちの放棄に関してもそこを単になんてうんですか、ね、誰もが喝采を叫べるようなあの英雄的行為には見えないようにやっぱり演出的バランスが捉えてますよね。例えばさっっき言ったた、えー、運動会の襲撃シーン、ね、ついにためた怒り 爆発させるところなんだけど一方でその、ね、同じ原住民の、あのー、女性がなんでこんなことするんだ泣き叫んでいるとかそういうバランスちゃんと取っているわけですよ、はい、でそういうまあフラットな視点っていうのはこう重ねれば重ねるほど重くなってくるんですよね、やっぱ見てる側で、ね、うーっと重くなっていくるんだけど、うん、同時にそれとねこっち脇に行く踊るエンターテイメント性が両立してるんですよね。これ それがやっぱ、なんか、とんだ荒技をやってのけとるなっていうね、堂々と、はい、セデックバレー、すごいなと思うところですね。えあとですね、もちろん、第一部で、結構な割合を割いて描かれる、あの、セデック族の,その生活とか風習、まあ、例えば、その、首刈りというのが、どういう、首刈り族、首刈り族ってね、言うと、もう、一言でね、我々は、その、ああ、野蛮人なのねってことです。まして、そうじゃないと、文化であり、信仰でありと、彼らにとっての非常に切実なものであるというのを、まあ、じっくり描くからこそ、えそれが彼らにとって大切なものであるかをじっくり描くから、 こそ時間をかけてね描いてるからこそその後の、えー、異なる価値観同士の圧力衝突の悲劇っていうのも説得力を持つわけですよ、やっぱりねこれ何も知らないで見てたらあ,あら、首刈りひどいとかね,ね、うん、そういうことにねその死というものに対する意味合いが違うから当然、自決っていうのも選ぶわけですけどそういうのをすっ飛ばすとあのあら、なんで死んじゃうのってひどいじゃないのってことになっちゃうからそのちゃんと描く必要が全然あるし。ああととはでですねそののの部族の描写で言うとあの 歌の下りがすすごい長い長ですよね、はいえー、あれもねこう同じ節回しで、えー、と違う,こう歌詞をこう即興的にというかその場その場のあれで乗せていくというかね、えー、歌い継いでいく、まあ、要は文字を持たない民族部族である文字を持たない代わりにその要するに伝承の方法として歌というのがあるわけだから、えー、これやっぱりその彼らの文化というのを描くのに歌っていうのをしかもあの最後のいろいろ凄惨なことが起こった後に最後生き残りたちがでもやっぱり。 酒飲んで歌ううっていうねそれがあるのとかもすごいやっぱいいわけですからこれ歌のくだり絶対必要というのがあってなのでこの長さは必要ということなんですよねこれを語るのには、えー、あとですね、まあ、あの4時間半つってもですね、あのー、娯楽映画のまあ要は美味しいところが詰め込まれたものすごいテンションが高い4時間半なんですよね。 ももうもう冒頭からね、あのー、もうえ何、何、何事、何事,何事っていうね、どんどこどこどんどこどもう大好きですからね、<laughs> 俺の好きな始まり方ですよね、冒頭からハイテンションっていう、ねえー、のがある、あのー、例えば、まあ、韓国から、えー、ヤン,ギン・ギルヨン、シム・ジェフォンさんという、ジェフォンさんという、まあ要は、えーまあ、オールドボーイとか、あと、まあこれ、台湾映画ですか門モンガに散るとか、まあそういうあのアクションの、えー、あれをしてる、えー、のを招いての、まあ、シャープシャープなアクション演出があったりとかですね、あちなみにこのでも、韓国、えー、とチームのアクション演出に関しては、あのー ちちょょっっっとと監督からちょっとやりすぎつって抑制されたた部分もあるみたいですよ、ねあのー、結構、えっと、第2部とかの見せ場っていうのはさ要するにジャングルで、えー、こちらが、ね、多勢に無勢だし武力的にも圧倒的に違うんだけどゲ、えー、リラ戦ならこっちはお手の物だぜで勝ってくって、まあ、要はアポーカリプト後半的な、ねえー、エンターテイメント性がある部分ですけどそこのアクションのバリエーションで例えば、あのー、落とし穴落とし穴を掘ってなんとかって。 え要はそのバリエーションつけるのにやるんだけどそんな落とし穴掘る必要ないでしょとかえあと刀を投げてやっつけるみたいな描写をいっぱい入れてきたんだけどいやいやいや大事な武器投げないでしょって要は監督はその彼らはあくまで。 そ,のそれこそエンターテインメント的に戦ってるわけじゃなくてあの狩人としての合理性に従って戦ってるわけだから大事な刀投げたり無駄な穴掘ったりはしないでしょっていうことであの抑制をかけたってそれにしてもまあすごくシャープなアクションというのがあったりとかあるいはねあの日本から種田洋平さん招いてるこれもう見事すぎるセットと美術ですよねもう日本人の,あの街もそうですしあのそれぞれの族の違う集落のあれとかですねもう本当に見事すぎるセットとか美術っていうところでも,もう堪能できるまあこのね 今台湾映画界に今それ,それができる人物人材がいないという、えー、状況的な問題もあるのかもしれないけどこの多国籍的な政策シフト自体がもうそもそもさっき言ったセデック・バレットのね、えー、伝えてるメッセージというのをちょっと裏打ちしているようでもあるじゃないですか,かこれをもって何かこう一方的な政治的メッセージだけを勝手に受け取ってなんかするのは本当にやめていただきたいというね、えー、ことだと思います。あ、えー、あとはまあ、そしてねこれも何より もうこれやっぱ映画的魅力を支えている大きな部分だと思いますけどあの演技未経験者も多い現地人キャストも素敵すぎる面構えですよね。本当、ね、アンドシャープな身のこなしですよね。はいえーねはい、特にやっぱりこれもう、ね、みんな言うことだけどしょうがない。もう触れるしかない年、えー、取ったモーナルダオさん ねまあ、要するにまあ事実上主役ですよ演じるこの林ン太さん先ほども、ね、どおっしゃってましたけど現地の牧師さんだそうですよこう目力、顔力あのさ世の中にはこう映画にこう出てきた瞬間に誰がどう見てもこいつが主役っていう顔があるよねっていうさ、はい、多とリン・チ林タ太さんはどこにこう降ってこういてもいやこっちが主役ですよっていう感じがする顔だと思うんですよね <laughs> ちなみにあの、えー、と若い時の方のモーナル・ダオさんが、ね、僕の知り合いのサムライさんっていう、ね、あの通称の、ね、有名な太田さんにすごく似てるっていう。 そこもね、えー、<laughs> 共感を持てたり持てなかったりというね。えー、あと他のキャストも本当にあのー、現地のキャストもいいし先ほど言った安藤マ信さんととかね川原さぶさんもいいですし。あのちょっとねクレジットのあれがあれでちょっと調べるのがねちょっと僕できなかったんですけど他のあのえっ、ー、と日本人キャスト例えばあの争い事のきっかけになるあのえっ、ー、とお前 巡査がですねあのよあの結婚式のところに行ってあのトラブルのも最初のきっかけになるあの巡査さんいますよね、あの人の勘とかね、すごいいいですし、もう一人の,あの、ね、女にちょっかいです、あれもね、あれは本当はもっともっとえぐいちょっかいを出してるんですよ、あれは本当は。でねあの二、ね、人なんかもすごくいいですし、はい、みんなすごくよかったです。はいえー、ということでね、ね重厚な歴史ものであり、腹にドスンとくる、えー、人類史の暗部、まあ、これはもう、有史以来、何度となくもう形を繰り返してきたであろう、えー、人類史の暗部を正面から 描きながらねこんだけだってこんだけ人質が出る映画も久しぶりに見たよってくらいですよねしかも本当に文字通り女子供も含むですからね子供っていうか赤ちゃん <laughs> しかもその,あの死ぬ描写じっくり描くからねみたいなねそういう意味で、まあ、その逃げずに正面とドスンと描きながら同時にこのやっぱ同時にって言うのはすごいと思いますけど同時にやっぱ血分けに踊るええーまあるいはその戦争アクション、まあ、例えば圧倒的武力差 の、で、少数派のあれが戦うっていうね、えー、まあ、いろんなジャンルありますけど、そういう戦争アクションでもあり、えー、特に第2部はその側面が全開となるので、だからこれは言ってみれば第1部をかけてずっとずっとこう貯めてきて、で、第1部の終わりなんか本当にもう、 なんかもう後味最悪な感じで当然終わるんですけどあのそこがエンターテインメント的にボッとこう爆発どんどんしてくれるのが、えー、第2部だったりしますあ今、爆発って言って思い出したけどあの日本人をただ単に、ね、あの悪役に描くこともできたのにっていう視点で言えばこうすごいち細かいところですけどあのガンガンってこう、ね、森がこう燃えているところであの全く無名のさもう役目もないあの日本人の兵士がその燃えていく火を見ながらさ綺麗だ、綺麗だって。ねあんなの あんなの一方的な視点がある作り手があんな場面入れますかっていうねもうあそこなんか知んないけど涙出ちゃいましたけどねとかねもうあのいろんなそのもうドスンとくる側面、えー、内訳に取る側面、えー、そしてこうなんだこれはっていう美しい側面そもちろんそのロケをガンガンン現地でガンガンしたロケの美しさも自然の圧倒的なものも含めです、ね、あのとにかく4時間半終わった後にうんうんもう圧倒的なものを見たごちそうさまですっていう、えー、なるのは間違いないと思います。ちなみにやっぱああれですねあの 世界中の観客の中でもやっぱねとはいえやっぱ悪役というか日本人である我々はこう見てて非常に引き裂かれる思いをする場面は多々あると思うんですよね。あー辛い日本人として辛いと思う場面多いでもだからこそこの作品のその多面性であったりっていうところに一番豊かな見方がしうるあの観客たちなんじゃないかと思うんですだからその意味でもぜひ、ね、食わず嫌いせずに行っていただきたい。ああととははちょっと興味あるのは あのー、まあ、日本人そそのねそのねモナルダオたちセデック族もガンガンガン自決しますけどその、まあ、日本人もそのね自決の文化とかも,もっと言えば首刈りの文化だってあるわけですからね戦国時代なんかやってたわけですからあのー、首刈りとか自決イズムがない国例えば本当にヨーロッパの人とか見たらどうどう感じるのかなって後半の展開で我々はだからまだ自決ああね。 うん、まあ、なんかね、そうなっちゃうのか、みたいな、あるけど、それどう思うのかな、なんて興味あったりします。はい。まあ、ということで、あのー、まあ、非常に長尺ですが、長尺だからこそ、あの、劇場で見た方がいいと思いますよ。あの、DVD じゃ絶対集中が続かないと思います。はい。あと、第1部で逃げ出すおそれやりっていう。はい。<laughs> えー、あの、で、第1部、第2部、チケット買って、ぜひ、あの、やってる間に、あの、これ、断然おすすめなので、はい。えー、セレックバレ。ぜひぜひ、皆さんね、えー、まだ見てない人は、これから、ね、やってる間に、ぜひぜひ、Watch Me! <laughs> この、 このさ、ウォッチンに持ってく、あのー、テンションが俺まだつかめてないで, <laughs> ですよね。<laughs> はい。